プロデューサーさん発見。お仕事お疲れさん。いやー、忙しそうだね。あちこち探し回っちゃったよ。はぁ、くたくたー。おお、大変。ちゅうこちゃんの足が棒になっちゃった。こりゃ、責任取ってもらわなきゃ。なんてね。でも、探し回ったご褒美があっても、よくない？そうだなぁ。あ、例えば、美味しいお菓子とか。食欲の秋って言うしね。さつまいもとか焼き栗とか、この時期は美味しいものがたーくさん。誘惑ありすぎるし。話してたら、秋らしいことがしたくなってきたな。美味しいものが食べられて、楽しいことができて、秋を楽しめるやつ。でも、この季節はお仕事も忙しいから、お手軽な感じも重要だよね。何かあったかな？あ、いいこと思いついた。気になっちゃう？でもまだ教えない。気持ちよーくなれるとこに連れてってあげるから、お任せあれ。あったあった。秋限定黒蜜きなこ味クッキー。しかもラスイチ。これ気になってたんだ。人気商品でどこも売ってなくてさ。季節限定って言われると食べたくなるのが人の差がってやつだよね。しゅうこちゃんもそこはご多分に漏れずってさ。おや？プロデューサーさんどうしたの？はーん。さては血が足りないんでしょう。だよね。さっき献血に行ったもんね。行ったでしょ？気持ちよーくなれるとこに連れて行くって。やっぱ献血、いいわー。人の役に立てるし、お菓子ももらえるし。献血ルームに置いてあったお菓子食べた？美味しかったなー。あれも季節限定のマロンクリームチョコだったよね。いやー、秋だなー。お手軽に秋を感じられて、いい日になったっしょ？ってことで、もうちょい秋を感じようよ。このお菓子とか食べながらさ。私の体も血が足りないよーって言ってるし。他にも気になるコンビニお菓子もあるしさ。一緒に。食欲の秋を楽しもう。